兄さん、クライブ兄さん。もうおしまいで。ナイトの称号を返上しても構わんというわけだ。ナイトがこの体たらくでは守られる側も気が気でないのでは。心配なんてあるもんか。兄さんも絶対に負けないよ。でしょクライブ、次こそ一本取れるわ。頑張って。では本番、五千円に応えてみせられよ。やったほら見て、勝ったでしょ。ええ、やられましたな。だがようやく一本だ。父君の剣によく似ている。名ばかりのナイトだなどともうからかえませんね。頼もしくなられた。何をしている、持ち場に戻れ。ジョシュア、疲れただけだ。こんなことにフェニックスの力を使うんじゃない。ナイトを癒すのも僕の務めだよ。これくらいどほら見ろ、今朝も咳込んでたな。外に出ていいのか。大丈夫だよ、安心して。無理をするな。殿下がお戻りになられました。父上だ。大公妃いけません、このようなところへいらっしゃるなど。可愛い息子を迎えに行くのです。何の触りがありましょう。皆の者、我がロザリアへの揺るぎない忠誠に感謝します。ありがたきお言葉、我が身に変えても。ジョシュア、また部屋を抜け出していけない子ね。ごめんなさい。ご機嫌うるわしゅう、母上。さあジョシュア、殿下をお迎えに上がりましょう。将軍。あ、まるで血がつながってないような扱いだ。はあ、実の息子なのにフェニックスが宿らなかっただけで。行こうか。
面を上げよう。お帰りなさい父上。ありがとう。ジョシュア、大事はなかったか？ええ、もちろん大丈夫です。今日は兄さんの稽古をずっと見ておりました。そうか。トルガル、静かに。これやめろ。トルガル、そいつは大物になるな。父上、楽にされよ。ご厚情痛み入ります。ご無事のお戻り何よりでございました、父上。近いうちに戦になる、覚悟しておけ。そこまで切迫しているんですか？後で越見の間に話がある。はい、父。殿下。解散。どこ行くの？私たちも行きましょう、クライブ。そうだな。戦になるの？おそらくな。話を聞いてみないと。気をつけろよ。ああ、これはクライブ様、お目汚しをしてしまい申し訳ございません。何をやってるんだ。早くお辞儀しないか。余計なことをしたようだな。いえいえ、滅相もございません。あなた様からお言葉を賜るなど、奴隷の身にあまりある光栄。この国以外では声どころか見ることすらしていただけない。ロザリア公国のベアラーたちはきっと大陸一の果報者でございましょう。二人とも顔を。こら、そう強く当たるんじゃない。はは、クライブ様の仰せのままに。これからも国のために励んでくれ。いいな、体も痛いよ。それでは失礼いたします。ああ、わかった。さあ、ほら、仕事に戻るぞ。戦が不安か？フェニックスの力でみんなを守らなくちゃ。でも僕は。大丈夫だ、父上が導いてくださる。それに俺がお前を守るさ。そうだね、ありがとう兄さん。
頑張って。明日はこう立てなければ。願い事？ジル、もうそんな年じゃないよ。すぐに寝るさ。そう。明日はクライブも行くのね。ジョシュアのナイトだ。あいつを守ってやらなきゃ。あんな体で無理して俺は変わってやることもできない。クライブ、それだけじゃない。父上から受けた別の命もある。じゃあクライブたちが無事に帰れるようにメティアにお願いしなきゃ。また戦が始まるのね。ここでの生活が幸せだから忘れてた。私の国との戦だけで終わりじゃないって。戦はずっと続いていくんだって。そうだな。次は多分大戦になる。でもクライブなら大丈夫よね。フェニックスの祝福を授かってナイトになったんだから。冷えてきた。もう寝ろよ。さあほら。おやすみクライブ。すまないアンブロシア、今日は狩りじゃないんだ。大丈夫、儀式はきっとうまくいくわ。うん、頑張るよ。いってらっしゃい。